心の支えになった言葉、分かってる人には分かってるっていう言葉は昔から10代の時からすごく心強く残っているというか、モットーは始める前に諦めないっていうのがモットーです。様々な場所に旅によく行くんですけれども、そういった場所からインスピレーションを受けながらも自分のクリエーションをもっともっと深めていきたいなと思ってます。今回ラブっていう大きいテーマがあったので、全てのラブの始まりでもありラブの結果でもある、精子と卵子が出会う時っていうのを、イメージして作品を作りました。鳥肌が立ちましたすごいいい作品がたくさんあって、こんなにそうそうたる作家さんの中に展示させていただけてとても光栄です。すごく私が自分のやっている印象派に影響されている塩子さんの作品がね、ちっちゃくあったので感激しました。30周年素晴らしい、おめでとうございます。最近一番ラブなものは愛犬です。30周年本当におめでとうございます。伝統文化というその伝統ですね、文化というものになれる、そのエンターテインメントでもあり芸術でもあるっていうその二面性があるのが感じます。30作品もそれぞれのラブがあって、もうここにいるだけで溢れるラブでした。目標を持って進み続けていたいなとは思います。かっこよくありたいし、でもしなやかでありたいし、女性としてやっぱり、強くしなやかな女性になっていたらいいなと思います。最近料理もハマってるので、器もこだわりたいなと思って、これからもたくさんの情報楽しみにしています。おめでとうございます。あまり今と変わってはないと思いますけど、でも地に足をつけた人になりたいなと思うので、自分のやりたいことをずっと持ってられるような人でいたいなと思います。エルジャポン30周年おめでとうございます。瞑想が大好きなので、瞑想ともう一つは娘です。もうすごい不天候で、もうすごい大変なんですけど、無理です。唯一無二の存在って感じです。30周年おめでとうございます。これからも最先端の今を届けてください。来年は自分がすごくやりたいことを形にできる年だから、自分がやりたいだけじゃなく、それが人にも作りにも素敵なことであるようにいろいろ考えてたから、それを発表できるのが楽しみ。30周年おめでとう、大好き。アートのパワーすごい感じることができて、作品に対しての思いだったりとか、そういうものをすごく共感していただけて、すごい良かったなっていうふうに思いました。